れだ、やっと言えた。最近さ、全然お話ししてない。やば、メイクがもうくっついて。こんばんは、こんばんは。ハッピーさん、かわいい、ありがとう。何見てるの？ SKN のニュース見てたの。このね、テロップに出したくて、なんだっけと思って。これさ、いつからだ？あ、第2弾販売まで、これあるんだね。第1弾だけかと思ってた。みんな知ってると思うけど、2021年今年の9月1日に SK のね、新曲が発売されるので、それでオンラインサイン会と手形会がね、またあるので、よかったらお願いします。なんて言えばいいんだろう、これ告知は告知だけどさ、告知が下手すぎるな。さらっと発表された新曲、そうなんだよね。もっとさ、もったいぶるかなと思ったら、意外とこの間の朝の10時に発表されてて、そうです。こんばんは、こんばんは。タコ、クマ、こうハートありがとうございます。そうね、前回の手形会も楽しかった。でもメンバーが、同期がいなくて、先輩のみだったんですよ。私前回 K2 の先輩方で、でまだ昇格して全然お話ししていない方々が多くて、全然喋れなかったんですよ。でも今回はエナマルが一緒かな、同期だと。で K2 は私とエナマルとオシリンさんが確かいて、他は K2 以外に他のねチームもいるので楽しい。 K2 と S だ、ももたもいる。ももたん、ゆうゆうさん、あいゆいさんです。私は7月30日金曜日のサイン会が10時から12時、手形会が13時から15時まで。朝だね。なんか前回も朝だった気がする。サイン、手形、今回どうなんだろうね。どんな写真を使われるのかもすごい気になる。わかんない、まだ。同期がいるの本当に嬉しい。ウォータン、エナマルいる、嬉しい。しかもオシリンさん大好き。だから嬉しい。嬉しいわね。7月30、本当に後半だね。7月30、イベントいい。確かにオンラインサッカー初めて申し込んだ。ありがとう。丁寧に書くね。いっぱい書く。前回のねサイン会はね、名前とサインは絶対なんだけど、一言もね書けるんですよ。なんか結構時間巻いてとかいろいろね、そう、時間制限があるから、内容が人によってさ、濃い薄いが前回はあったかなと思うんだけど、今回はさ、みんな平等にたくさん書きたいな、書けるといいな。レインボースターありがとう。傘もありがとう。こんばんは、こんばんは。第1弾の応募がもう始まってるね。今月の26日土曜日から何日まで？7月4日日曜日の23時59分までです。
7月4日まだまだだ、まだ6月28日。あ、でも1、2、3、4、5、あ、まだ1週間もない。6日間ある。でも忘れずに応募してください。手形の方にもサインとかし、なんかね、手形の方は前回はあるよね、メンバーが事前にサインを書いてそのコピー印刷されてた、手形の色紙の中に。ナイス、もしくない、ありがとう。楽しみにしてるね。7月30日。そう、手形の方はプリント、そうなんだよ、印刷。そう、サイン会の方はその場で書くから、直筆っていうのか。こんばんは、こんばんは。なんだねって忘れるパターン、確かに私でも忘れそう、気をつけよう。ツイッターでもちゃんと告知できるといいな。みさんかわいい、ありがとう。サヨンってちっちゃかった？嘘、ちっちゃいのか、自分的に大きいと思ってた、女子の割には。それもないのか。あ、待って、明日29、明日はあれなんですよ、週刊スパさんのズブ濡れ SKE で私が載っているんですけど、明日それが発売です。ゲットしてね、みんな。私も明日自分で買う。自分で買う。嬉しい、やっとだよ、やっと。みんなに楽しみにしててって言ってたものがやっと、どうだよ、何パーセントだろう今回。今回濡れ度何パーセント、見てる。ミュージなんていうの、入り内島です、入り内島。そう、チョコ以来、そうそうそう、チョコの、チョコが何パーセントだっけ、濡れてたの。50ぐらいだった気がする。40。いや、本当に楽しかったのよ。前も確かに楽しかったけど、第2回目の粒濡れ SK も楽しかった。愛だった、愛。あ、つぶくろさんが配信始まった。湯煎、え、何パーセントだっけ、湯煎してる時の粒濡れ度。え、わかんない、忘れちゃった。ハート、ありがとうございます。なかなかないよね、湯煎で、湯煎で粒濡れ。メール来た、よかった。さっきはブログやっと更新したから、もうそろそろ上がるかな。チョコの時期、そう、バレンタインに合わせてあの企画設定でした。私はでも今回はザ夏って感じ、本当に本当に早く見てほしい。明日だね、ちゃんとゲットできるといいな。そう、今日ね、ヒロアカのウエハースとヒロアカのクリアカード4が欲しくて、普段あまり行かないスーパーに行ったんですけど売り切れだったの。さすがヒロアカ、欲しかった、本当に欲しかった。ヒロアカの無地チケはね、家族に連絡しました。
反応してくれたのはお父さん。あの特典があったら買ってっていう風に言って、そう売り切れてたの。なんかいつもヒロアカのクリアカードってさ、セリアに売ってるんですよ。でセリアも行ったのに4がまだ置いてなくて、それか一つ空白の部分があったんですよ、箱が。だからそこがもしかしたら4になったのかなと思って、基本セリアに行ってるね。2と3もあったんだけどやめた。なんか4がねあれなんですよ、カード2枚入ってるの。なんで普段1枚1枚だったのに、なんでだろう、わかんない。そうセリアに行ってるの。田舎だと遅いのかな、いつから売られてるんだろう、わかんないんだけど、結構前から売られてると思うんだけどな。確かに今日見たらそう、呪術廻戦のカードが置いてあった。買わんかった。ヒロアカ目当てで今日行ったから。なんで欲しかった、あ、みんな見た？私のツイッターかわいいでしょ、私のカブトムシちゃん。さっきのメールでも送ったけど、今日ブログにもその話書いたな。カブトムシかわいい、かわいいカブトムシちゃん。かわいい、ほんとにかわいい、かわいくてやばかった。名前はない。なんか色が若干赤っぽくてかわいかった。他の子は基本普通の色なんだけど、赤っぽい子はあの1匹ぐらいかな。前配信見せてくれたのと同じ子、違う子だ気がする。そう今日ねもう一つのカゴ、 このぐらいの大きさのカゴに3匹幼虫は移してたって前言ってたじゃないですか。その子たちも見たら羽化してたんですよ、3匹とも。でもそのうちの1匹が羽化不全で結構辛い姿なんですよ。だから見せられないけど結構悲しくて、だからね違うちっちゃいケースの方に隔離してるんだけどさ、すごいね悲しいというよりなんかね悔しくなっちゃった自分が。そう浮かうぜね、やっぱあれかな、自然界だと普通に羽化するのかな、人の手で育てるから羽化不全になるのかわかんないな、そこらへん。まあでもそれでも本当に可愛くて必死に生きて動いてくれてるから可愛かった。どんな姿でもカブトムシはカブトムシだし可愛いの、私にとっては自分がさ卵から育てた子だから余計に可愛くて仕方がない。今日ね819日目、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そうね、でもちゃんと生まれてきてくれたことに嬉しかった、可愛かったな。カブトムシね、そう新しいねカブトムシ用の木を買ったんですよ、まだ入れてないな。
あ、そう、あの3匹隔離してた子いるって言ったじゃないですか、カゴに幼虫を入れた時。もうね、幼虫の時から大きさ的に、あ、オスだろうなって思ったんですよ、3匹とも。そしたら見事に当たった、3匹ともオスだった。当たった、可愛かった。ちゃんとさ、お尻のところになんかマークがあるから、それ見たらまあ一発でね、オスかメスか分かるんだけど、大きさで判断したけど当たった。可愛かった。ゼリーで飼育する、そう、ゼリー割合的にどんな感じ。え、オスの方が多い、やっぱり 1,2,3,4,5,6 匹ぐらい見えたかな、オスは。メスは3か4で、なんかね、そう、この間ちょっとだけ土マットを掘ったんですよ。そしたらすごい悲しいことに、オスかメスかもわからない体の一部分が出てきて、どうしたんだろう、羽化しようとしたけど羽化できなくて、多分亡くなっちゃったのかなと思って。そう、頭で、頭じゃない、お尻だった、お尻。そうで、本当に繊細だからね。で、ダニが湧いててきつかった、悲しかった。だから13匹じゃない、16匹だ、16匹いたけど、確実に1匹はもういないことは分かったから、あと残り15匹かなぐらい、まだね、数えられてないの。早く確認しなきゃ、今日やれるかな。でも夜高橋さん、そういう子も出てくる。そうなんだよね、ダニー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 、つらいわね。今元気かな。ごめんなさい。一匹さ、カブトムシ今来させようと思ったらさ、みんなご飯食べてるし、ちょっと媚び中だった。誰も連れてこれなかった。アビさんごめんね、一人に出しちゃった。連れてきたかった。オスメスがさ、一匹同じゼリーでさ、ゼリーで一緒に食べてた、可愛かった。可愛い。でも違うカブトムシちゃんたちがすごい元気に動いてる、カチカチ音するでしょ、可愛い。ハッピーさんで許して。かわいい。なんか今年はすごいカブトムシの卵が生まれそうな予感がする。カブトムシ力強いね、本当に強い。本当に強いと思う。でもそれがまた私は嬉しいけど。
がっつり掴んでくれて、今日も動画撮ったり写真撮ったりじゃん、載せたじゃん。あの時もすごい元気で力強くてさ、カブトムシと触れ合ってるわって感じた。すごく喧嘩かなこれ、オス同士で欲しい。オス同士喧嘩してるのまだ自分の目で見たことないけど、私が寝てる間多分してると思う多分ね。かわいい。さあカチカチも起きたりしてないかもしれない。意外ともうねこの音慣れちゃって全然起きないの私。ハッピーもね何も気にしてない、今もこうやって寝てるしかわいい。パワフルそうなんだ、かわいいな、本当にかわいい。そう今日さ結構ざわざわしてたのに一人で、なんか頭で分かってても体が動けなかったり覚えられない自分にちょっとざわざわしてて、で山本さやかさんの曲を聴いて気持ちがね収まりました。多少さすがだね、さやかさんの歌声は本当に大好き。今日はうまくいかんかった。まあでも前よりかは、この間のリハよりかは覚えてる、覚えたけど、音楽ってさあれだね、大事だよね。すごい。そして7月に入ったらすぐにさやかさんのお誕生日なんですよ絶対ツイートしたい。でもなんて言おう、言いたいことがありすぎてさ、ツイッターのツイートの文字数に抑えきれないぐらいの気持ちがあるから難しい。ただ一言、いやでもそれだと気持ち薄いって思われちゃう。7月14日ですそう本当はねさやかさんのなんか誕生日のイベントがあるんですけど、行きたかったの、でも行けません普通に行けません。行きたかった誕生日、忙しい、今月本当に忙しいと思う。7月15日になっても青がだしで、リハもあるしで、19日も青がだし、ゼップは17か、もうたくさんだたくさん一人で誕生日会、あれでもやろうかな本当に、自分もケーキ食べたいしさやかさんのお祝いするのが第一だけど、ああ文章をメモにしてスクショすればいい、そういうことか。でも本人に届く、届かなそう。でもそこは気にしちゃいけないか、だってカイニャもさストーリーでずっと大好きだった大島優子さんにメンションされててすごい喜んでたんですよ。今でもたまにねその話が出てくるぐらいで、だから私もいつかはと思ってるんだけどなかなかね、さやかさん本人タグ付けねえ DM は絶対できんよ多分さやかさんインスタの DM できないと思う、送る欄ないもん、メッセージの欄が前閉鎖するって言ってた気がする、多分今もないかな。だからたまに質問とかあるけどそれは送れる、タグ付けしてくれば見てくれると思う。そうかな、ガラジやろうツイッターも多分あれ無理じゃないかな、相互フォローじゃなきゃ無理な気がする、多分ね、ちょっとそこら辺分かんないんだけど、
アイスありがとうございます。あと30分で12時だ。こんばんは、こんばんは。マピさんかわいい、ありがとう。ねえ、みさん共通の知り合い、ちょっとしか喋ったことない子しかいなくて。そうそうなんだよ、ナーヤが一番仲いいからさ、 NAB さんの6期生さんたちだね。そう、一応連絡先持ってる子は本当に数人いるんだけど、お話ししないから、しなかったり卒業しちゃったメンバーがいるから。こんばんは、こんばんは。ナヤンさん、そうなんだよ、 NMB のオーディションを受けておけば、 その時まだね、アイドルっていいなとかさ、オーディションを受けたいなって思ってなかった時期なんですよ。本当にオーディションを受けようって思ったのがラストアイドルだけど、48グループだったね、 NGTT さんかな、一番に応募しようと思ったのは NGT さん2期生応募しようとしてやめて、その次が SK かな確か。いやでも STU さんの2期も応募しようとしてた気がする、結果しなかったけど。SK が先だっけ、SK9 期と STU さん2期ってどっちが先だ、同じぐらいの時期だよね確か。あれ、いやでも NMB さん6期生も近かった気がする。そう、ずっと悩んで結果 SK です。そう、 SK が先、そうか、もし SK 受かってなかったらそっちにいたかもね私。じゃあ受かってるかわかんないけど。受かってなさそう、そしたら普通に一般に働いてたな。そうかさ、本人前にした際を見るのが楽しみ。絶対人に見られたくないんだけど。絶対無理だ、多分しゃべれんと思う。ドラさんなかった、そうドラさん全然知らなかった。まず AKB に私ドラフト会議というものがあるの知らなくて、絶対に何期オーディションしかないと思ってたの。神奈川県遠いとこだった可能性、そうなんだよ。それだったらどうなってたんだろうね私。名古屋でもさ、こんなに地元が恋しくて仕方がないのにさ、もっと遠かったら今よりも帰れないわけじゃないですか、やばそう。スケージャーがあったら採用しにはなってない気がする。嘘、本当。よかった、それが SKE で。ドラフトって知ってる？元は野球選手がやるものだよね多分。あれ違う、野球しかない、サッカーじゃないよね、野球だよね、春の高校野球みたいなかな。ドラフト合宿したらどうしてたんだろうね、多分心折れてやめてると思う。その時の自分は明らかに自分にすごい今よりも甘いし、全てのことに関して逃げてたから。絶対無理、今ならできるかもしれないけど。レインボースター、ありがとうございます。そうね、アメリカならバスケとかアメフトもある、あそうなんだ、いいな、海外本当に憧れる。
AKB は時期的になかった。え、なかった、本当になかった、なかったな。帰れないなら逆にあれ諦めつくかもね。確かに若干帰れる距離だからこんなに恋しくなるのか。あ、それもあるわ、確かに。やっとわかった、ドラフト会議は秋。そうなの、全然わかんないあることすら知らんかった。ドラフト合宿残酷だから。そうなんだよね、たまに YouTube に載ってるじゃないですか、動画が。もうそれ見てね、こっちまで泣きそうになるもん。で、中坂の話とか聞くと、あ、やばいってなるとか、たまにラブリンさんとか西さんにその話を聞いて、言葉を失ったまあね、それそうだよなって感じだけど、なんかちっちゃい頃からああいう刺激がもらえるのって多分すごいいいよね。多分すごい人としてもすごい成長できそう。だって私前9期生全員でさ、青春ガールズ公演の転がる石、転がる石になれの曲をアンナ先生にレッスンしていただいたことがあるじゃないですか。あの時もすごい刺激を受けたもんびっくりするぐらい すごかった。あれさ、動画回ってたのにいつ動画放送されるんだろうってずっとさ考えてたけど、結局どこにも載ってなくない？え、みんな見たことないよね多分。もうなんかもう自分が自分じゃなかったみんなもいつものみんなじゃなかったし、すごかった。動画すごい回ってたんだけどな。でもこのぐらいのカメラ、いつか9期生が入所10年とか経ったら出るのかなわかんないけど、え、見たいな、見たい、本当に見たい。自分も相当ひどい顔してると思う。マスクもまだしてない時期だったから、みんなマスクしてないから素の表情とかガチさが顔でわかると思う気持ち悪そう。確かにドキュメンタリー映画ね、前あったけど SK もう一回見たいな。もう一回新しいのあったら見たいな。こんばんは、こんばんは。難しかったな自分が SK にいる間に見たいな。目に出ない動画もたくさんある。いや確かに今までの先輩方もそうだよね。てるてる坊主ありがとうございます。キウキ公演、確かに。でもキウキの青側はあるけど、メンバー全員で出れるものじゃないから難しいね。キウキでなんかやりたいけどなかなかな、まだまだだからね、経験が少ない、短いし。だから今の6期生さんってすごいなって思う。本当に6期生ゼップ2回やってたじゃないですか。なかなかできないよね基本的にはずっと何かしらカメラ回ってるんだよね。大事な時は基本回ってるでも大体それ乗ってると思うけどな。恋落ちフラグの MV 撮影裏もすごい回ってたし、振り入れからすごい回ってて、それもちゃんと恋ちフラグの CD 特典についてる DVD にちゃんと載ってたから、全部大体は載ってるんだよな。
確かに青学公演の応募いつなんだろう。確かさらのゼップの意気込みは、どこにいても目立つそれかな。結構 K2 がもうさ14人15人に少なくなったはなったけどさ、やっぱポジションによっては人と被るから見えないじゃないですか。後ろにいても目立てるように頑張るかな。それ悪い意味でじゃなくていい意味で目立てるように。でもみんな楽しみにしててね本当にこの期間の私を見て、いや、なんでもない、なんて言えばいいかわかんない。髪型も考えてる？何にも考えてない。もうね、曲と振りと立ち位置のことしか考えられてない配信もあるけど、配信がさ定点的に見られるものではないよね多分ねえ。派手だの時はみなみさんがいないからですかね。そうなんだよ、14人かな。だから福岡は15人だけど、みなみさんいてほしかったな。羽田も傘さんありがとうございますデュークの世界を楽しみにしてる、ありがとう。ファイトありがとうございます。どこにいても大丈夫、ありがとう見つけてね本当に。今日もさやっぱ集中できなかったんですよ途中でもね。ピンクのモンスター飲んだら覚醒したやっぱ集中力がね高まった。最近結構ピンクのさモンスター飲んでるから効果薄れてきちゃってるかなと思ったんだけど、そうでもなかった。一日おきに飲んでる。なんかモンスターさ他の一回白いの飲んだらなんか自分に合わなくて、結局ピンクしか飲んでないの他飲んだことないんだよな。かシュガーレスだっけのレッドブルかピンクのモンスターいつも迷ってピンモンピンモンにしてる。オレンジも美味しい。オレンジ何味なんだろう。ピンク何味なの。なんか何味って聞かれると分かんないよね。ちゃんとさその缶の周りに書いてなくない？あんまりフルーティーとかさ爽やかみたいなそんな感じのニュアンスの言葉しか書いてないから味が全然想像つかなくて、中身の色も見えないし分からんけど、ピンクはあトロピカルな味だって。でもそれも分かんないねでも私は美味しい。あそう、人参って書いてある。人参美味しい。量多くない？え多いけどね私にはぴったり。いや水色は糖質ゼロ。あそうなの。飲んでみようかな。一回さハマったらそれしか飲まないし食べないからさ私。てるてる坊主ありがとうございます。ゾーン、あそうそれね前ココナさんが飲んでたんですよ。で聞いたら美味しいって言ってて聞いたからさ飲もうと思ったけど結局飲んでないんだ。ゾーンみたいな名前、ゾーンか。ピンモンと同じぐらいの大きさだよね。それ以上かな。緑も飲んでほしい。じゃあ飲もう。
いろいろ試してみたい。ゾーン、ゾネ、ゾネ、そのまま読むの？読み方すら私わかんない。オレンジはファンタオレンジ味。美味しそう。そうだ。一日2本以上飲んじゃダメだからね。わかりました。でも2本以上飲んだことないかも。まだ本当にやばいってなった時は飲んじゃうかもしれないけど、基本飲んでない。ちゃんとチョコラ BB とかさ、リポビタン D もうちゃんと1日1本の約束で飲んでる。そう、最近それさ、疲れた時に飲む栄養ドリンクも夜寝る前に飲んでるんですよ私。その効果あるのか分かんないけど、でも気持ちが違うから飲んでる。あ、カフェインが強いから、カフェインが入ってるから目が覚めるのか。コーヒーと同じ成分。守ってんの。そう。そう、体に悪いことはしない。エナジードリンクは砂糖が多い。多い。多いんだ。そこまで見てないな、成分。何に効くかくらいしか見てない。やばい、ちゃんと見なきゃダメだよね。ミダーは飲まない。川島がよく飲んでるよ。みんな公演前も飲んでるし、今日も飲んでた。オーナミン C 飲むことがない。あ、お母さん大好きだよ。私はデカビタをよく飲んでる。お肌のケアにはヨーグルトがいい。最近ヨーグルト食べてないと思ってね、買ったの。まだ食べてない。ハートありがとうございます。オロナミン C とかデカビタってさ、お風呂上がりに飲むと一番美味しくない？瓶、そう瓶。あ、ドデカミも美味しい。あの似てる系全部お風呂上がり飲むのがいっちゃ美味しい。あとなんだろう、まあ一番はね、コーヒー牛乳とかが美味しいんだけど、フラガイ大体美味しい。まあ確かに、確かにキンキンに冷えてれば何でも美味しいか。あ、カフェラも確かに美味しいな。フラガイ確かに何でも美味しいか。え、あれそう、腰に手当てるの何なんだろうね。あれさ、意識しなくても勝手に腰に手当てて飲んでるよね。お風呂上がりの温泉で飲んでる人ってよく。でもね、私もいつの間にかね、手腰に置いてるの。温泉行った時ね。家ではさすがにやらんけど、いい体勢なんだろうね。なんかちょうどいい手の置き場。腰に手当てたことない。嘘。そうなの。瓶だから美味しい。確かに瓶に入ってるコーラとか一番美味しいよね。ペットボトルのコーラも美味しいけど、瓶に入ったコーラって美味しい。私も飲みたいけどさ、最近外に瓶のコーラとか売ってないから飲めないんだよな。スーパーとかにも売ってなくない？コンビニにも。そういうのやるの意外。やるよ。やる。日本の文化。そうなのかな。でもやらない人はやらないらしいから違うけど、基本的にやるね。気づいた時恥ずかしい。そう。傘ありがとうございます。ピンなかなか売ってないだよね。でもたまにさ、ご飯屋さんに売って置いてない？コーラ頼んだら瓶で出てくるとき
ある。ビレバンとかに行ったら行きたい。もう私一番行きたいところね、ジャンプショップとアニメイトに行きたいの行きたい。あ、一番本当はヒロアカ店なんだけど行きたい。こんばんは、こんばんはピンのコーラ炭酸が強いイメージ。そうなの、わかんない。行きたいよ。なんかそう聞いて、ネットで今さ予報キャッチャーできるじゃないですか。あるんですよそれでね、前ポケモンのぬいぐるみを取れたんですよ、ゼニガメと人影で。昨日ねまたやったんですよ。そしたら五条さんのフィギュアが取れましたいやもう取れなくてもいいや程度でやったら取れました、2回目で。だから届くのが今すごい楽しみで、しかも五条さんっていうところがまたいいよね。そう実際にそう届くんですよ。そうポケモンのぬいぐるみも実際届いてるし、嬉しい。ちゃんとこうやってた五条先生本当に嬉しかった。なんか頑張って自分へのご褒美が神様が与えてくれたんかなと思って本当に嬉しかった。寝れないかなと思ったら一瞬で寝れた本当に嬉しかった。遠隔、そう遠隔 UFO キャッチャー嬉しい、本当に嬉しかった。届いたら見せるね、すぐにフィギュアがまた増えた、嬉しい。呪術廻戦はその後で届く五条先生が初めて、ヒロアカの中に五条先生が加わっちゃう。あんま違和感はないでしょう人間は一緒だから。嬉しいな。テンポよりオンラインの方が人件費浮く分設定がいい。そうなの、そうなの。確かにオンライン難しいのに。そうね、でも意外と前から見るのと横から見れるカメラ変更機能がちゃんとあるから意外とできる、分かりやすい。レインボースターありがとうございます嬉しい嬉しい、本当に嬉しい。見て私のね、明日の朝ごはん見ますか。あと7分で12時だ。久しぶりに買ったの、見てかわいい。本当はチョコが良かったけど、最近ポケモンパンはイチゴが一番好きだなって思って、かわいい、楽しみかわいい。シール誰かな。本当はね配信する前に食べようと思ったんだけどやめた、さすがに。久しぶりでしょポケモンパン。そうシール付き、昔からあるポケモンパン楽しみだな可愛い、本当に可愛い。でも名古屋に来てから私普通にスーパーで買い出ししに行った時ちょうど売ってるんで買っちゃうんですよ。シールも欲しいし、普通にポケモンパン美味しいから子供の頃を思い出すしいいよ、すごくいい。シール2枚入り、これ1枚入りだね。なんかクロワッサンが5個入ってる大きいこのぐらいのポケモンパンはシール2枚だと思う、昔と変わってなければ今も。
美味しい。え、誰だろう。でも基本私運ないから自分の好きなポケモン出ないんだよな。結構値段変わるよね。大変シール増えてんの。そうそうです。何規模、氷っぽ。今ふと出てきた頭の中に。水筒に貼ってた子いた、いた、下敷き、あ、いた、確かに可愛い、貼ってた。虫はね、自分の洋服入れてる棚にいっぱい貼ってた。かぶったシールだけね。そこはちゃんとしてた。1枚しか持ってないシールはちゃんとこのフォルダの中にきれいにしまってたな。こんばんは、こんばんは。シール何種類あんの、わかんない。ポケモンの種類もさ年々増えていってるからすごい増えてそう。ネットで見たら出てくるかな。そうね。え、そう、冷蔵庫じゃなかった。冷蔵庫は磁石がいっぱい当たった。いろんなキャラクターの。なんか昔ってさ、何でも得点が磁石が多くなかった？シールもそうだけど。違うかな？私の記憶。あと3分？本当だ。ありがとう。早くやりたいな、ポケモンの新作ダイパーリメイク。いつだっけ、夏だっけ、冬だっけ。あれ、来年がアルセウスで、冬、夏、あれ冬だっけ、忘れちゃった。あれ、夏、夏、あれいつだっけ。それ聞いて終わりにする。秋か。ソウルシールドやったの。やった、やった、やった。ダイパリメイク秋か。あ、じゃあゼップが終わってからだね。頑張んなきゃ。じゃあ余計に夏、秋、秋か、頑張ろう。ありがとう。伸びないといいな、発売時期。怖いな、すごい楽しみにしてるから。38位、ささん。1位、星のアバターさん。2位、女の子のアバターさん。3位、カレーのアバターさん。4位、あゆかさん。5位、ハッピーさん。6位、ささん。7位、ふゆちゃん。8位、トップワン。9位ハッピーさん。10位ハッピーさん。11位サッサン。12位ダルマのアバターさん。13位ハートのアバターさん。皆さんありがとうございました。今日ゴールデンベッドタイムたくさんできたかな。やったらさ、普通にいつも当たらなかった透明方と何人かと当たって嬉しかった。ゴールデンベッドタイムはもう明日で終わりかな。朝、あれ、そう、もうあとちょっとで大徳さん出演のイベントが終わるので、明日も練習合間と仕事合間にできるといいな。皆さんありがとうございました。ゆっくり休んでください。元気になりました。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。